化の拠点として誕生したラブリーホールは、大ホール、小ホールなどがあり、芸術・文化情報を発信しています。いやミュージカルってやっぱりいいな。私もやらんかな。始まる前はヒヤヒヤしたけどね。それって私の遅刻？それより次どこ行くの？黒マロ館。黒マロ館では河内長野の歴史や文化遺産を学んだり体験したりすることができます。これ見て、河内長野市の歴史が学べる本やって。へえ。ちょっと買ってくるからここで待ってて。うん。建築物や寺宝には多くの国宝、重要文化財があり、広々とした回遊式の庭園は一見の価値があります。いつまで写真撮ってんの？あと少し、あと少し。それ30分前にも聞いてんけど。ダム周辺はキャンプ場や釣り堀、レストランなどが整備され、緑に囲まれた湖水として知られています。他にも文化財保護や障害学習、ボランティア活動の場となる滝畑ふるさと文化財の森センターもあります。ねえ、ん？本当にいいの？え？東京。なんで？だって最近デートって言えば河内長野ばかりじゃん。無理しなくていいよ。俺だってこの街がすごくいいところだって思うから。大丈夫、一緒に暮らそう。東京で。その時の私は、ハル君とこの街を天秤にかけてはいけないと思ったんだ。